お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらの、よいしょ親衛隊三士でございます。ってわけで、やばいで今日、また、まあ、拾ってきましたね。はい。で、まあ、こちらなんですけど、まあ、めちゃくちゃ流行ってるわけではないんだけど、まあ、TV にも載ってて、だからまあ、ちょくちょくいるぐらい、かな。はい。よいしょ。こんな感じで、そう。使われてる感じが、まあでもそんな有名な感じじゃないんで、なんか親衛隊が、なんか一瞬ちょっと有名になったけど、あれ結局みたいな、なって、今ほぼいないけど、まあこのデッキには、まあいる感じで、まあ親衛隊三士ですね、重たいですけど、オーブンあって、ポイズンあって、重いんですけど、まあ、そこはね、今知らない。拾ってきたので、わかんないです。ってことで、今日はね、はい、グラチャレで。今日はグラチャレです。久しぶりにね、マルチでもいいんですけどね、マルチばっかもあれなんで、今日ぐらいはグラチャレにしとこうってやつです。正直マルチに行きたくないみたいな、ところあるんですけど、まあ、正直どっちでもいいですね。よいしょ。あ、これラッキーですね。これぶつかり合ってたら俺のユーノの方が勝つから、これ。タワーのね、攻撃で。オッケー。で、この一発が、はい。相手は、ユーノガゴ、なんだったっけ。これ気持ちどうせすることはないから、こっちパワーつけて。ペッカっすね。これも美味しいからね、ポイズン打っていきます。で、相手が、もうこの時点で、ペッカ工場のテンプレだと、私は気づきまして、これはなかなか厄介だな。OK。まあ、これは多分守れるはず。これで守れるはず。OK。言うのだけ処理してくれたら、あと、行政からで、これはだな、どうすんだろう。でも、親衛隊があるから結構有利だと思うんですよね。だからめちゃくちゃ有利だ。これあれだ。僕が、今の相手のデッキのペッカ工場使ってて、ペッカ工場でフチパイセンにフルバト挑んだんですよ。そしたら、フチパイセンが、もうこのデッキ使ってきたんですよ。この、えげつないやつ。この、親衛隊三士。で、ボコボコにされた。ボコボコにされた覚えがある。本当に、1日前ぐらいに。だから、多分、これ勝てない。勝てないというか、めちゃくちゃ相性いい。親衛隊が、多分、めちゃくちゃきついんですよね。あっちからしたら。もうこれで、言うのしかも処理してくれる。で、このオーブンは、一マス上です。相手の工場ババが、こう、逆サイに来た時に届くんですよね、これだと。で、気持ちいい、なんか、この、延命したいみたいな。いや、OK。優秀すぎん？で、まあ、暇だったから、ちょっとユニット出しつつ、これは多分、ファイスペで溶けちゃうよね。で、ここで、もう、親衛隊攻め。OK。これ欲しい。で、これ、オーブン左。だけど、一個上だな。一個だな。ロリババも出してあげて、やめて、オッケー。痛い。いやー。これ、この間に左を攻めて、相手にガゴとかを、あ、待って、え？右の明確優秀すぎに溶かしたやん。これ多分攻めていいっすね。これでガゴ来ても突破できる。相手そんなにコストがないから、ここで一個オーブン置きたいんですけど、することないから、ね、一個上に置きたいんですよね。小嬢ババのガインが嫌なんですよね。だから、これでもう攻めて、OK。ね、待って、忘れてたんだけど、三十四があることを。だけど、相手も知らないから、今みたいなポイズンをね、裂いてくれるから、ここで、OK、三子展開。おいしい！相手もザップ打ったけど、何も変わらない。OK。で、この、ここ延命したいな。いや、これ親衛隊。いや、間に合わないか。いや、間に合う。待って、左。あー、惜しいけど、まあ、まあ、言うてね。言うて、みたいなとこ、買ったくないですか？あ、相手もポイズンだって、事故ってる。こうやっても、付け足しで、付け足しロワイヤルで、勝ち申しましたね。楽勝だ。やばい。めちゃくちゃ楽勝だ。この、相手のですね、ペッカ工場のデッキも、今僕がマルチでちょうど使ってるんですけど、なんか今、このペッカ工場ですね。この元祖。
どれだ、これだ。この元祖ピック工場も今普通に流行ってて、まあ、グローバルで、まあ、1位はこれゴレですね。ゴレで、この人が J3 しか。で、このアーク・トムソンっていうやつもペッカー、そう、ペッカー工場で、この SI も多分ペッカー工場なんですよ。で、結構多いんですよね。マジで、マジで、5人に1人はペッカーっていうぐらいで、ペッカー工場がいるんですよね。っていうぐらい、今これが結構強くなってる。だからまあ、グラチャリでもいるのかなって今思うんですけど、それに対して、多分マジの、めちゃんこ相性がいい気がしますね。まあ、うまかったらわかんないですけど、相手が。だから、意外とありなのかなっていう。親衛隊とかオーブンにポイズンとかファイバーやっぱ使いたくなっちゃうんで、まあ、その瞬間にね、三次あるんだぜって感じで、やってあげると、相手からしたら、はってなりますね。オーブンに三重士ってなるし、親衛隊ともなるし、まあ、びっくりデッキですよね。要はよいしょ。でこれもあのオーブンのね一個右にやってるから結局釣れちゃうんですよね。だから最悪もあのあメガゴ防衛でもよかったけど小序盤まで釣りつつ OK。 これも簡単だね。これメガゴ出してもいいけどどうせ突破できないから、いうの構えていらないか。いやハンターめちゃくちゃ MV してきますね。いるわこれ。うまい相手のこのスケがうまいけど、スケハンター工場だ。あれだ、三重士だ、三重士だ。この人あれだ、レジェンドっていうノバイスポーツっていうあの世界大会優勝したとこですね。またのと選手がいるんですけど、三重士使いのその人が2回目のグローバル大会がちょっと前にあって、それで85勝してたんですよ。そう、前回 100勝が出て、その2位が85勝だったんですけど、その2位の人がレジェンドっていう選手だったんですけど、多分その人が使ってた三重士ですね。このスケルトンハンターユーノの工場の高回転のこの三重士で85勝かなやってましたね。本当にただの化け物、ただの化け物ですね、マジで。からの、やばい、これさったら逆だったかな。いや、言うてみたいなのがない。OK。で、これはもう、いや、無視は痛いか。いや、無視でいいですね。だって、そんな入んない。で、あー、待って、飛ぶな。いやー、痛い。もったいないですね。このエリポンは、ただ、ポイズン打たなくていいな。これ気づいた。死にたいじゃなくて、さて、固めます。相手はもうどうにもできない。三重士出しても3体固めてもポイズンで焼かれるし、あ、でも知らないか、ポイズンの存在。え、これさ、あ、ユニットで耐えるんだ。え、うまっ、え、うまい。待って、これ2周目ロリババで、え、うまっ、やばい、相手の防衛がうますぎるみたいなのがないですか。あ、でも言うてだな。これ多分ロリババしてくる。まあそうだね。で、今エリアード取られましたね。っていう話。ってことで、まあ丁寧に行きますか。ニスパして、相手攻めてくんのかな。工場、ロリババ、親衛隊も出したいんですけど、OK。さあ、これどっちを攻めるか。あ、待って。いや、残る。第一の線だから、削り切れるかどうかなんですよね。よいしょ。なんかね、もう集中しちゃって、喋ること、なんか何も、なんか特に考えて喋ってないっていう。やばいんすよね、ちょいと。いやー、これあれだな、あれなんだけど、なんか、幽体で狂いそうですね。とりあえず、あ、これ、チャンスですね。もうここで相手が三次を出さずに、多分守ろうとしてくるから、もうそこをもうポイズンとかでぶっ飛ばす。あ、守るんかよ。なんやねん。もう今守らんって言うたし。オッケー。え、でもこれ残るやん。買っとくね。多分相手これきついしよ。オッケー。俺もきついけど、これもう無視して攻めたもん勝ち。オッケー。いいよ。オッケー！グッドゲームみたいなね。
もうただ言うてそんな難しいことはしてなくて、今のもエイパンを置かれてポイズンを打つか打たないかぐらいですね、判断。まあ正直どっちでもいい。正直この三十四デッキだったら打った方がいいかもしれない。うん、打った方がまあなんだろうな、後に回れるから、意外と受けからのカウンターが多分強いから、親衛隊と三十四があるから多分受けれるんですよね、結構防衛が強いだから、受けからの、まあ、攻めでもいい気がしますね。やばい、この人めちゃくちゃ攻めてくるんだけど、え待って、何この微妙な位置。いやー、あれだな、あの百姓デッキですねこれが。これまたガゴムレとギャングがあるやつ、そうだこれ百姓した人のデッキですね。これでアイゴレヤリゴブギャングコウモリのディガーの5ウッドかな、平均コスト 2.9 みたいな迫撃で百姓してましたね。しかもアウトローがないんですよ、ペッカとかもプリンスもなくフキアもなく、もうヤリゴブギャングコウモリガゴムリとかで今のあのボーラービビドラ環境を勝ってますからね。あでもアイゴレがあんのか、アイゴレだけで死んでると思うんですけどね、いやこれしんどいな。オーブンでコウモリ処理で迫撃をターゲット取ります。 OK、ふーん、ディガ飛んでくるかな。まあ、飛んできたら、来たとて、オッケー。で、まあ、またこっからですね。こっからだ。親衛隊セパレートして、もうゆっくり、ゆっくりね。ゆっくり、いたぶってあげましょう。はい。親衛隊セパからの、端前で三次、タタタン。おぉ。やりたいんだけど、やりたいんだけどね。あ、これでいいや。OK。コウモリも、あ、でも5やめて。5だけやめて。いや、押す。OK。遅いとか言ったらダメ。よくない。あ、でもこれガゴ、ガゴムね。いや、君なら勝てる。メガゴいけ。ちょっと待って、言うの君走りすぎ。めちゃくちゃ守られるくね、なんでマジで。防衛力硬すぎません？だってこれ、5ザップとかあるでしょ、どうせ。やばい。これやばい。これもあとディガー削りで終わっちゃうから、言うのはディガー当てるんでね、僕。これ、ね、当てれるんすよね、実は。いきます。ここだ。いや、飛んできない。ここだ。はい。あ、終わったくさい。ちょっと待って。おい、待って、落ち着け。まだ参る。全然参りますよ。これワンチャンあるっすからね、こういうの。オッケー。ファイスピもある。待って。あら、勝った。え？勝ってくね？ほら。あれねーって感じなんですけど、まあ、勝ちは勝ちですね。もし、マスケに対側にガゴムレ裂いてくれたのが、正直一番欲しい。それなければ、ね、みたいなとこあるけど、まあ、オーブン置いて、身体出して、サンデシ出して、まだユニットをね、ユーノとか工場、逆彩とかに出しとけば、まあ、勝てちゃうみたいなやつで、結構ね、今の環境に刺さってる気がします。ボーラーとかもいるんだけど、なんか、ユーノ出して、ユーノ側にボーラー咲かして、で、逆彩に工場とか。で、スケラキってもまあ、ポイズンもあるし、で、ベビドラとかに対してもメガゴだったりサンデシがあるんでね。結構、普通に環境には刺さってるんじゃないかなと、はい、僕は思いますので、ぜひね、使って、見てもらえるといいなと思います。というわけでね、今回終わりにしたいと思います。はい、ですので次回です。はい。お疲れ様でした。